いただきまーす。はい、今日は、はい、塩鶏ちゃんこ鍋、うん、唐揚げ弁当です。はい、にプラス唐揚げなんですね。はい、私はささみチーズカツ&唐揚げ弁当です。まだあったかいです、届いたばっかで。そう、美味しそう、うん、さあ、いただきます。え、お箸折れてた。ほら、いや折ったんでしょ、帰り際で。いやだって、あ、そっか、うん、あれこれでも割るやつでした。うん、あ、じゃあ割るときに折れたんだ。折れてたのかと思った。ありがとうございます。じゃあ今日は、はい、最近にあった大事件簿です。ほう、超大事件起きてる。佐藤さんに、やばかった、本当。大事件、なんかなくしたとか、財布を落とすっていう。そうなんですね。だって大事件あったでしょ、いっぱい、うん、新幹線の中に物置いてきて、はい、私も財布と携帯一気に両方なくしたんで。見つかったの？携帯しか出てこなかったです。財布見つからなかった、はい、俺財布、うん、はい、しかもそれよ、うん、徳島から飛行機で帰ってきました、うん、で駐車場車置いてたの、ね、うん、で駐車場行って、うん、でお金払って、うん、で車に乗って、うん、で車に乗って来ました、うん、ここに、うん、でその日撮影あったから、コラボ、うん、あの撮影が、うん、でそれの撮影をして、うん、帰ろうと思って、うん、駐車場行きました、はい、でお金払おうと思ったら、うん、バッグの中に財布がない、うん、ほら財布ないじゃん、あ、はい、車の中に、うん、そのポンって置いてそのまま行っちゃったかな、うんうんうん、で車の中の椅子の下とか、うん、バッグ置いてたとこを探してみたけども、うん、ない、うん、あ、事務所かな、うんうんうん、ちょ、財布俺忘れたがもう来ました、うん、ない。え、財布ないんだけどみたいな、うん、もう遡りますね、記憶を。でも、うん、羽田空港着きました、うん、羽田空港の駐車場でお金を払ってます。あ、じゃあ あるじゃないですか。だって払ってなかったら出てこれないからね、はい、うん、そうですね。え、っていうことは、うん、羽田空港の駐車場のお金を払うところから車に乗る間で落としたかも、うん、それしかないです。ないの？でもお財布落とします？下にポトッとか。じゃあね、うん、でもないと思って、うん、そっか、駐車場電話して、はい、うん、あの届いてませんかと、うんうん、こういう財布ですみたいな、はい、あ、届いてませんみたいな、うんうん、え、でも、うん、落ちてて車の周りとかに落ちてて、うん、そのままかもしれないから、うん、とりあえず羽田行こう、うん、羽田行ったんですか、羽田まで行ったよ、もう一回、うん、あの免許だけは持ってたから、うん、行けたのよ、財布に入れてないからね、うん、で行って、うん、着きました、うん、もう一回、うん、で俺羽田の駐車場のお金払うのは4階からじゃなくて1階のお金払うところで払ったから、うん、でもう一回そこまで行って、うん、で俺車どこに置いてたか分かってるから、うん、車置いてるとこまで同じように歩いて行って、うん、で見回って、うん、もう車止まってたんだよ、他の車、うん、下とか覗いて、うん、怪しまれるかも分かんないけど、うん、ないわけ、うん、やったなこれと思って、うん、めんどくさいじゃん、うん、でもう一回行こうと思って、うん、その管理人室まで、はい、で行ったのよ、うん、あ、さっきお電話の人、はい、うん、はい、ないですか、あ、届いてないです、うん、え、俺カード何に入れてたかな、うん、あと何枚とか何だっけってありますよね、全部やんなきゃいけないわけ、うん、みたいな、止めないといけないですよ、うんうん、いやー、めんどくせえ、しかもちょっとポンタカードとかのポンカードも全部なくなったわみたいな、貯めてたって言ってもそんなまあ数千円だけど、はい、診察券とか、うん、え、何入ってたっけ、うん、え、銀行のキャッシュカード入ってんじゃん、うん、止めなきゃ、うん、そうなりますよね、めんどくせえと思って、うん、やばいっしょ、はい、あ、で、ない、見つかんないんですか、そっからで、うん、その守衛管理人の人が、うん、あの空港の方にも、うん、サービスセンターあるんで、うんうん、そっちも行ってみたらどうですかって言われて、はい、
じゃあまあ分かりました、どこにあるんですかって聞いて、うん、ありがとうございますみたいな、うんうん、その羽田 JAL の方の、うん、行ったの、うん、でどういう財布でしたか、こうこうこうで、うん、いくら入ってましたかって、いやこれぐらい入ってたと思いますみたいな、うん、そしたらあった、よかったじゃないですか、出てきてこれですかみたいな、それです、うん、それですみたいな、あったで中に入ってる金額も3万円分ぐらいの誤差で当たってて、うんうんうん、入ってますカードとか、3万円ぐらいの誤差って言いましたけど、3万円あんまり誤差じゃないですからねなんかうん、結構差ありますよね、いや12万ぐらい入ってたと思うんですみたいな、はい、そしたらまあ15万入ってたんで、あまあまあ確かに、うん、その1000円と3万円とかだいぶ違いますけどそれですみたいな、うんうん、で、味良かったと思って、はい、で、うん、その拾った方が、はい、そのなんかなんか権利を主張されてるんでみたいな、うんうん、あるじゃんね、うん、あじゃあ連絡しますって、うん、で連絡したら、うん、全然お礼とかいいんでみたいな感じだったんで、うん、あ、 ありがとうございましたみたいな、うんうん、もう出てこなかったらそう、 もらえるんだよね、でもらえたかだからそれは権利主張しといた方がいいよね、うんうん、万が一出てこなかったらダメ、はい、だからマジ良かったと思って、うーん、いやめんどくせえマジでどうしようカード何入ってたっけみたいな、しかも俺その後、うん、キャンプ行かなきゃいけなかったから、あキャンプ前にだったんですね、え俺もう銀行のカードもないから金も下ろせないし、うん、え俺どうやってキャンプ行こうかなと思って、でまた発行するってなると、ね、時間かかりますね、うん、よかったですね、それで、うん、いやもうだからもうこうバッグに入れようとして入ってなかったんだろうね、うん、入れたつもりが落ちてたか、うん、って多分それしかないと思うんだよ、でもそんだけお財布にお金入ってたらもしかしたら本当に持ってかれてもね、うん、もうしょうがなかった金額なんですよ、うん、いやもう日本って素晴らしい、いや本当に日本すごいですね、うん、で、うん、もう一個あるのよ、はい、昨日、うん、昨日大事件、スーパー行ったの、はい、スーパー行って、うん、お金買い物しました、はい、うん、食材ね買い物しました、うん、で俺その前にクリーニングを出すのに、うん、あのコストコ の、 あのバッグも持ってたわけ、うん、そこにクリーニング入れてたから、うん、でレジ終わって商品袋の中入れるときに、うん、財布も手に持ってたから、うん、財布置いてコストコの紙袋その上に置いて、うん、であの買ったやつをリュックに入れようとしてたわけ、うん、はあ、こうやってまた忘れないようにしなきゃ忘れがちだからと思いながら入れてたけど、うんうん、その後にクリーニングに出したスーツの中に名刺がいっぱい入ってたらしくて、うんうん、電話かかってきた、うんうん、あじゃあ取りに行かなきゃと思って、うん、確実に財布忘れて、はい、そのまま行っちゃったわけ、はい、クリーニングに、うん、だからあのコストコの袋だけ持って、はい、だからその下に財布があるわけよ、もう下だから財布を置いてコストコのバッグこうやって置いてこっちで詰めたわけ、うん、はい、で電話かかってきたから、うん、ああ取りに行きますって言ってこうやって取りに行っちゃった、ほんの1分前まで、うん、これで財布忘れるからな忘れないようにと思いながら、なんで忘れるからなって言って下に置くんですか見えるとこに置いときましょうよ、で、うん、でその後、うん、あ通帳記入しなきゃと思って、うん、通帳記入を、うん、その ATM が横にあったから、うん、それで通帳記入しに行って、であそういやちょっとだけでも引き落としとこうかなみたいな、うん、はっ財布ね、おぉ、さっきだから忘れんなと思って行ったとこどこって、うん、そのレジのところに行ったら、はい、ないわけよ、ない、そうないよ、うん、ないわ、うん、でも、うん、ほんの 1,2、うん、分だからね、はい、今回は、うん、その前の羽田の時は、うん、もう4時間ぐらい経ってるからね、うん、1,2 分だって言って、でその店の人に言って、あすいません、ちょここ財布落ちてませんでしたみたいな、うん、あサービスカウンターに、うん、で聞いてもらっていいですか、うん、でサービスカウンター行って、うん、すいません、あの財布もうほんの 1,2 分前なんですけど、うん、あそこ の、 あの商品入れるところに財布落ちてませんでした、うん、どういう財布ですか、うん、緑の長財布なんですけど、うん、あーちょっとお待ちください、えみたいな、でそこは電話して、うん、これどういうこと、あるってこと、うん、ないってことみたいな、うんうん、でもありそうな雰囲気やな、うん、あーって言いましたしね、うんうん、でなんかその担当で偉い人が来て、うん、であの、
名前なんですかみたいな、でそれ証明するものありますか、あ、中にあると思うんでつって、で見せて、ありがとうございますつって2回落として2回あったっていう、このしかもすごい1ヶ月ぐらいの間に2回落としてんだよ、やばくない、俺ちょっとあれですね注意散漫というかいや本当もう俺は本当危ない最後、ここ最近、でもなかったの、私はもう出てこなかったですから、どこに財布置いてたんですかそれ。いやそれがあの酔っ払っちゃってて全く分かんないんですえ携帯と財布両方なくて、はい、なんで携帯はなんで出てきたんですか。携帯はあのお姉ちゃんが、まあ、近くに住んでたので朝、まあ、起きるじゃないですか、はっ、あ、結構酔っ払ったな、でもなんかタクシーで帰ってきたのは覚えてるなと、で、あのでもなんかないんですよ携帯、大体朝起きたら携帯なんか連絡来てないかなとか見るじゃないですか、携帯ないってなって、でもタクシーで帰ってきたんですよね、はい、でもお金払ってるんですよね。いやそれがあのまあまあで、とりあえず携帯ないってなって、あのお財布もない、どうしようってなって、でお財布もないし携帯もないと、もうどうしようもないんですよ、お財布がないっていう連絡すらできないんです、どこにも、だからまあ、運がいいことに私姉が斜め前の家に住んでたんです当時、だからお姉ちゃんがいるかいないかもわからないけど、とりあえず出て、ピンポンってしたらお姉ちゃんいて、お姉ちゃんの携帯で私の携帯かけてもらったら、一緒に飲んでた友達が持っててくれてたんですよ、携帯忘れてったよって、私先帰ったみたいで、覚えてないんですけど、で持っててくれて、であの取りに行ったんですけど、友達のとこまで、で財布タクシーで帰ったから、あのあるはずなんですよ、でなんかでもタクシーのだから中に落としたのかな、とも思って、で私のでも運が良かったところが、当時長財布を使ってて、こうパカッと開くような、チャックで、であのカバンの中に免許証とか保険証、カードね、なくなったのもあるんですけど、2枚ぐらい中身が落ちてたんですよ、あのカバンの中に、だからあのだからそういうの止めるのは2枚ぐらいでよかったんですよ、だけどあの現金とお財布自体とかは全部なくなって、っていう感じでした。でも多分だから多分タクシーの中なんじゃないかなっていう。でもお金を払ってるんですもんね。払ってます、もちろん、だから降りられてると思うんですよ、もうよくわかんない、いや酔っ払うって怖いですねいや両方ないで結構絶望的ですよ、本当、でもよかったね、はい、でも最近も新幹線の中に、ね、ツイッターにいっぱい載ってましたけど、どうやって忘れるんですかって。トランクは上乗せちゃうと、もうあー着いたーってこうやってですよで、はい、それいつ気づいたんですか。家帰って気づいて遅っ遅っ家帰って気づいてあれみなちゃんの前であれ私なんか身軽だなと思ってトランクだーってなって、で東京駅に戻りました。ありました、ありました、東京駅に。で電話したんです、すぐで東京駅に、でそうしたらあるかもしれないしないかも分かんないって、その、で結局あの確認作業が明日になって、でそっから送るとかなると時間かかるかもしれないから、もう戻ってきて東京駅に来るのが今一番早いですって言われて、でそしたらあの東京駅終点だったので、東京駅の駅事務所みたいなところに忘れ物って全部まとめておいてあったので、持って帰れました、すぐ。よかったです。あったんですか。はい、ありました。でもそれですってなりましたなんかどんな特徴ですかとか聞かれるんですよ、何入ってますかとか、で黒いスーツケースでこれぐらいでなんかこういうシールが貼ってありますと、おー、はい、って言って、でこれですか、それですってなりました。何なのかな、出てきた時のホット感、喜びすごいですよね、本当よかったですよ。出てくるのがね、まあ日本は幸せですよね、まあ、私はあのお財布一回出てこなかったですけど、なくした時の絶望感半端ないですよ、本当。いやもう2回だからね、しかも、この1ヶ月で。でもあったからよかったじゃないですか。いやほんともう絶望だったよ、そうですね、大損失ですからね、
でも免許証とかって本当なくすと面倒くさいじゃないですか、結構再発行とか、うんうんうん、よかったですね、普通に、うん、いやそういうのお財布に一緒に入れちゃってると結構痛手なので、うん、分けとくっていうのもいいですよね。でも分けすぎたら本当にいる時にないみたいなね、うん、忘れるんですよね、うんうん、大事件もでもよかったですね、解決して本当、奇跡の、うん、私最近本当ってことで新幹線違うの2回連続乗っちゃったんですよ。あ、見たよ、見た、で、新横で降りて、はい、新横最高と思ってあの品川駅から静岡に帰るのに、うん、のぞみと光が5分差なんですよ、うん、で、あの、あ、のぞみ先来るなと思ってちょっと早めに駅着いちゃうと、うんうんうん、で座って待ってるわけですよ、うん、で光まで待ってよと思って、じゃあちょっとこの間にツイッターとか更新しとこうかなとかインスタとか見てるわけですよ、うんうん、でそしたらあの、あんまり時間感覚分かってないんで、ヒ、うん、ューって電車で、ああ新幹線来たわと思って、うん、これで乗ったら、あの自分の席のとこに人座ってる、うんうん、え、私の席のとこ座ってるんだけどってなって、で、すいませんここ私の席だと思うんですけどって言って、うん、え、ああそうかすいませんって言って、その座ってる人たち見て、いや僕ここですねみたいになって、え、でも私もこれなんですけどって言ったら、うん、これ次の電車じゃないですかって言われて、うん、あー本当に、え、これのぞみですかってなって、うん、急いで降りようとしたけど、うん、ドアプシューってしまってやってしまったと。でもあの本当新横があってよかったです。のぞみの新横だからって名古屋だ。そうなんですよ、新横の次名古屋行っちゃうので、うん、一瞬絶望したんですけど、あのよかったです、新横で降りて乗り換えました。新横最高。でも2回あったの？2回やりましたでもこれ良かったなと思ったのが、2階とも私の席に人座ってたんですよ、うん、だから気がついたんですよ、うん、2階目もあの人が座ってたので、うん、まさか、うん、まさかこれは望みかって問い正してで、あの、あ、望み乗っちゃったと思ったけど、まあ、ドア閉まっちゃったんですよ、やっぱり、うん、で新横で降りたんですけど、うん、これがもし私の席に人座ってなかったら、うん、多分気がついてなかったかもしれないです。そうだね、その席私普通に座っちゃってて、うん、で音楽とか聴いちゃってたら、うん、多分のぞみ何号とかも聴いてなくて、うん、名古屋行ってたかもしれないです、絶対行ってたね、行ってましたね、うん、いやこれ運良かったなと思って。でもそれ仕事じゃないんでしょ。あ、仕事じゃなかったね、その時は。俺仕事であるからね。ええー、いやめっちゃ疲れてて、はい、いやー、でそこの駅に迎えに来てくれてんの、その仕事の人が、はい、うん、いやめっちゃしんどいな、眠たくなってきた、うん、あと15分で着くわ、うん、眠いな、ちょっと目つぶろうと思ってでそしたらパッて目開けた時に、うん、次はなんとかって思ってるわけ、うん、うん、え、超えてるかな冷静ですね携帯ブルブル鳴ってて、うん、あ、もしもし、え、今どこ、何口から出たの、今どこみたいな、うん、ですかみたいな、はい、あ、寝過ごして最悪、乗り過ごしました降り過ごしましたみたいな、え、みたいな、うん、どうしましょうみたいな、仕事どうしたんですか。でも止まんないじゃん、うんうん、あの新幹線ですから、あの東北新幹線の方だったり上だったわけ、東海道じゃなくて、うん、だからまあめちゃくちゃだからもう、うん、新横名古屋とかそんな感じじゃないわけよ、うん、え、どこで降りる予定だったんですか。忘れちゃった、駅の名前、郡山とか、だから総地福島とか、うん、うん、でいやもう次の駅で降りてそっからタクシーで行くか、うん、間に合うかな、うん、みたいな、うん、いやどうしよう、もうどうしようもないもんだって乗ってるからね、うん、はい、で、うん、速攻、うん、あの調べて、はい、そしたら杉戸駅に着いたら、うん、折り返しの新幹線が、はい、もう10分ぐらいにあるんだよ。おお、それ乗りますちょっと、はい、で、うん、仕事、うん、着いてすぐだった生放送ですか、収録、うん、イベントだったから、あ、うん、出番が決まってるわけ、うんうんうん、危なかった街で、うん、よかったですね、間に合って、もうついてドンだった、うん、何もしないで、
確かに名古屋とかまで2時間とかの差があるとちょっと無理ですけどね、うん、30分40分とかだとまだね、うん、なんとかでその1時間前に着く予定で行ってたから、うん、着くのはよかったですね、うん、危なかったマジで、しかもその乗り過ごした分の手数払お金も払わなきゃいけないし、うん、どこまで行っちゃったんだろうな。